皆さんこんにちは、ユーノグラフィティでございます。今回はポルノさんのライブに登場したライブナビゲーターを書きましたので、今見ている視聴者さんに、絵の評価をコメント欄でお願いいたします。100点満点中何点かでお願いいたします。厳しく見てくださいもし、ここはダメだったとかいうのであれば、ぜひコメントお願いいたします。今回書いたのは、ライブナビゲーターは、フラッティ、パノラマ42号、キューブ共感、サイ、発作メガネです。では、まず、フラッティです。はい、こちらです。はい。どうでしょうか？ちなみに、僕は絵心ないです。優しい目で見ないでください。皆さんから下ふざけてるとしか思えないかもしれませんけども、これでも真剣に書いています。はい、フラッティの評価をお願いいたします。では続いては、パノラマ42号でございます。はい、こちら。はい、フラッティよりは簡単でしたね。はい、続いては、こちらも評価お願いいたします。続いては、キューブ共感でございます。はい、あ、見えるかな、ちょっと薄いかな、ちょっと薄すぎたかな、あ、見えるかな。13回目のライブサーキットのキューブ共感ですね。今までの中では自信あります。はい、フラティと、パノラマ42号に比べたら全然自信あります。はい、評価お願いいたします。続いては、はい、サイでございます。はい、あ、こちらもちょっと薄いかな。はい、こちらも、自信あります。書くのに5分もかかりませんでしたね。では、最後は、発作メガネ。似てないかな。今までで一番自信ないかも。似てないかな。はい。評価お願いいたします。はい、ということで、答えですかね。5体の、それぞれの評価をお願いいたします。何度も言いますけども、厳しく評価をお願いいたします。全然どこが、どこか、もうちょっとどこか、もうちょっとここをこうした方がいいとか言っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。それではまた。